スワイランスのパック開封、本日はこちら。はい、ということでオールスター12開けていきます、うん、前回はね、闇のエンジェルコマンドがいっぱい出てきて、うん、おーってなったんですけど、固定パック、固定パックではあるんですけどね、何が当たるのか見ていきましょう。アルシア、アルシア呪文を回収できる、うん、まあ弱いカードではないんですけど、足引っちゃつかる。ウルセリオス、エンジェルコマンドの流れ。そして3枚目、ヘブンズダブルテイル、盾追加か。あ、強いね。あ、いつ踏ませてもまあ仕事するよねみたいな。エンコマいたらどっちもみたいな。で3枚目、4枚目が E1 だからあれ、キバッテキャット。4枚見るヘブンズとあるカードを見せて回収。あ、ヘブンズっていうあのあれクリだったけど、ヘブンズ系かな。ヘブンズゲート当たんのかな。じゃあ来い、わがはいキャット。うわー、これめっちゃ強かった。これ強い。もうすげー世話になったもん。わがはい、これですよ。これこれっすよ。なんすかこれ。ライオネルでそのシールドトリガーにして進化ではないコマンド一体。あ、そうそうそう、これお互い、はい、なんですか、縦送り場のラグマールみたいな感じなんですけど、はいはいはい、でこいつ自身を縦に送れるんですよ。へー、いや、これはなんか当時もちょっと値段した記憶ありました。これしか確か入ってないのかな。入ってないと思います。これマークないし、うん、レアリティがないから多分これだ。お世話になりました。で、あ、おう、オルコディオスが四角に光った、うん、ね、四角風のベリリアン、四角ベリで、俺こそボックスター、俺こそボックスター。出た時にヘブンズとある呪文コストシャールスと唱えられたから連鎖しますね。へぇ、専門からこれ出したら、で最後の1枚がないのか、はい、これだけでしたね、はい、はいはい、専門からブロックついてねえやでも、で肝心のヘブンズゲートは入ってなかったっす。入ってないね。お前そんぐらい持ってんだろうって感じなの。そんぐらい持ってんだろうって感じか。なるほどね。じゃあもう一泊ぐらいいきますか。ほい、ん、何すか。ゴージャスジャイアント、ゴージャスジャイアント、マナバクタン4、これひらめきをこれに打つやつ、オーガンとかに入ってたの。ちょっと重たいけど、うん、はい、そうそう。2枚目がランダの超人ジャパニカジャイアント、ジャパニカジャイアント、アタックするとき山札を見てクリンジャー1体加える。うわー、うん、重たい、うん、2枚目、あ、アウェイクニングジャイアントか。おお、すげえ、パン大番長だ。そう、大番長、次元じゃない番だ、大番長。そうか、初代大番長、初代大番長、こんな感じだったんですね、うん、へえ。で、4枚目が、あ、これあの進化2匹持ってくるやつ、高すぎじゃん。これあのフェアプロであのフェアリーさんが使ってた。これ、あー、なんか使っちゃうね。なんだっけな、雪村持ってこれんだよね。これ、あ、そうそうそう、雪村持ってきてなんかはしゃいさん、うん、あ、これだ、非常に便利なカードで、これでハバネロジャイアントだ。初めて見た、なんかマナゾーンに送るやつ。相手はバトルザニアクリチャーを1体選び、マナゾニック。これのドラゴン版みたいなのあったよね、なんだっけ、ウルトラプス、ウルトラプスのジャイアント版だよね、これ、はい、で、はい、ドカベンだ。あ、これソウルシフトでしょ、下がるんでしょ。ソウルシフトでブロックされないだけ、うん、今使うかな、なんかでも10コスになんかするみたいなデッキ、あるか分かんないけどね。光ってるカード当たんないぞ、最後は、うん、あー、大神秘アスラー、これ変なデトダム、変なデトダムなんですか。デトダムじゃないのこれ、なんか3枚、上3枚見てシールド、裏向き、マナ、縦マナテスト、だから変なデッドダムだよ、変なデッドダム、変なデッドダム、変なデッドダム、進化で7マナで変なデッドダム、俺にとっちゃベアなんかベアシグラのプロキシーしかねえんだよ。あ、ほんとだ、効果は変なデッドダム、めっちゃベアシグラだこいつ、ベアシグラじゃん。ほんとだ、どうぞ皆さんおすすめ、おすすめですよ。うわ、これは全くくだらない理由でサムネになってしまった。最悪だ。俺くだらねえ。俺が持ってくるとこういう顔になっちゃうね。なんで、なんで。